外交直感の強さを星で出しており、うんうん、その星の横に高い低い、高い低いっていうのはこれそのタイプによっての価値観を高い低いで出してますという感じでございます、うんうん、はい、はい。外交直感が強いタイプは可能性を求めリスクを恐れず革新的な行動を取ることができますと、うん、逆に外交直感が弱いタイプは新しいことに抵抗を示したり見誤ったりして苦労した経験があるかもしれないよなんて書いてありますね、うん、ではまあこのモデル A8 個の心理機能でこの外交直感がある位置によってそのタイプがどんな外交直感の使い方をしているかというのを見ていければと思ってますと、はい、今ちょっと自分では納得しているのが IEE というタイプなんですけど、うん、はい、それがここに出てくるんですね、うんうん、主導する機能かける外交直感というのが ILE と IEE ですと、うん、この2つのタイプにとって外交直感は自分のアイデンティティであり人生の要でありそして圧倒的な強みですと、他者の知的好奇心を刺激したり何かをさせるために他者の好奇心を利用したりすることに長けていますと、うん、知識や技術、人間に関わる異なる状況、領域において容易に類似性を見出します、そして異なる知識同士、異なる社会的集団同士をつなぎ合わせ、同時にたくさんの事柄に関わられるようになることを好むと、うん、違った視点からいろいろ考えてみて、うん、それが一致するのかどうかを確かめることを楽しいと思うと、うん、新しいプロジェクトに関わったり新しい技術を習得したり、うん、初めて会う人たちや新しい関係性を経験したりなど大体どんなことであっても最初の段階を楽しみますと、うん、新しい試みに向けて準備をして開始することは誰かがすでにやっていることを経験したり誰かが始めたことを仕上げたりする過程よりも断然価値があると考えていますと、うん、仕上げという単語はこのタイプの人には似つかわしくないよと、うん、ある事柄においてもはや手に負えない、あるいは自分があまりにもそれを放置しすぎていると気づいた時には、うん、細々した問題をすべて片付けようと気を配るのではなく中断する傾向にあると、うん、まあそのことは暗示される SI とも関係しているかもしれないと、うんうん、新しく始めることに価値があり仕上げはどうでもいい、文章からあふれる潔さや自信にみなぎる感じはまさに主導する機能らしいと言えますと、うん、なんか本当はこれをね、はい、分かるって言ってね、うん、君分かんないだろってやりたかったんですけど分かんないって話ですもんねそうですね、はい、ただ新しい場が好きか、うん、あ今読書会に行こうとしてるんですけど、はいはい、朝7時からやってるような、うんうん、それは知的好奇心と同時に、はい、そこで目立ってやろうみたいな、僕がね、はいはい、目立ってやろうはここには関係あるのかな、関係なさそうですよね、なさそう、ただ、うん、そういうなんて言うんだろう、もやーんっていうのがあって、うんうん、新しいそういう場に行きたいっていうのは、うん、ちょっとあるんですけど、うん、僕今すべてここに直結できるじゃないですか、うん、得たものって、はいはいはい、うん、でそれの種を見つけに行きたいはあるんですね、うん、それがゆくゆくは自分のためにもなるし、うん、YouTube を使えば、まあ、今のところちょっとずつですけどお金にもなってる、うん、っていうのが全部一緒になってるので、まあうん、感覚、これででも感覚っぽいですよね、うん、S っぽい、ね、S っぽいですよね、そうなんですよ、かなって僕は思うんですよね、そう僕も思うんですよ、うん、すっごい S っぽいって、うんうんうん、ただこのさっきの地に足をつけてみたいな、うん、はい、この地を固めようとしてるわけじゃないですかもう盤石にしたいと思ってるんです、ネタを引っ張ってきてはいはいっていう感覚ですよね。いやそれはもう外から見ると全くそんなやり方盤石じゃないよって思うかもしれないけど、はい、でも自分の心理としては、うん、ここをなんとか地に足をつかせようみたいな、もう今もう石垣を作ってる感じですよはい、はい、なんで IEE、まあ、こう進めていくと分かるかもしれないかもしれないですけどそう、うん、今のここに
僕はなんかいない感じはしてます、はいはい、次想像する機能、うん、かける外交直感は LII と EII ですと、うん、想像かける機能かける外交直感は LII と EII、うん、人と関わる上で何ができるかと考えてこの外交直感を使いますと、うん、自分の洞察を特定の状況に当てはめ、うん、より大きな像へと関連づけることを好みますと。また理想的な環境のことや何であるかよりも何でありうるかについての議論するのも楽しいと思うと。それゆえたとえ不条理であろうとも周囲の人々に対していつも高い基準を要求します。自分の利益のためにアイデアや新たな機会を追求することは滅多になく、重要だと感じた特定の疑問や問題に生かすために新しいことを追い求めます。 LII も EII も可能性の追求は大事だと思っているが、まあ、先に挙げた ILE と IEE に比べれば優先度は低く、より大事な問題が他にありますと。何であるかっていう、これ何であるかっていうのはおそらくこの外交思考的なその外部の正解よりも何であり得るか、それはそれとして、じゃあこれはもっと広く考えるとどんな可能性があるかっていう議論をするのは楽しいと思っている。ただまあ周囲の人に対する高い基準がある、でもね、さっきのやつよりかはよっぽどこっちです。わかります。はい、では超自我ブロック、はい、3つ目ですね、規範の機能ですと。超自我ブロックというのは、義務感や社会規範に関わるところ、価値を感じないし苦手意識が強いですが、見栄を張ったり褒められたがったりします。規範の機能かける外交直感は SEE と SLE ですと、ちなみに、自分が一番初めにソシオニクスやった時はSEE だと思ったので、ここです、はいはい、他人の動機や意図や能力がよくわからないので、分かりやすい指示や任務を与えてそれを果たせるかどうかで他人の意図や能力を判断することを好みます、相手のポテンシャルは、簡単なテストをさせることで目に見える形にしてから判断したがりますとあって、直接経験したことのないことについての情報と同じように、あらゆる予測不可能な奇抜な振る舞いや発展に対しては不信と懐疑を表立って表現する傾向にありますと。しかし新しい物事に直接対処する機会が一定期間設けられ、それに慣れてしまえば不信に満ちた態度は見せなくなりますと。この人たちは物事に直接関与できるときには瞬時に適応できるのです、その一方でしばらく先の未来のことを言われたり、いつか役に立つかもよと言って、無秩序に情報を与えられたりするだけで、どうしたらいいかわからなくなってしまうのも彼らなのですと、多角的な視点、多すぎる選択肢に対しては面白さよりもむしろ不安を感じやすいです、これはねすっごいピンとくるんですよはいはい、あの体調って、あ違ったらごめんなさい、はい、iPhone ってすぐ触りました。すぐ触りました。僕は様子見なんです、初めは。あいるってiPhone いるってでみんなが浸透し始めた時に、持ってすごいねiPhone、iPhone じゃないのなやつだった、僕を思いながら、今これを読んでました、脅威なんですよ iPhone が来たって、でこのアーリーアダプターたちが触り始めるんですよ、はいはいはい、でアーリーアダプターたちは言い始めるんですよ、もう iPhone がないとちょっともう無理って、っていう人を見て、弱いやつだねと脆弱な、はい、そんな電子機器に頼りよってってこうバカにしてたんですけど、どうやら便利らしいと、まあ
不便でしたからね最初実際。あ、 iPhone も iPhone、 あ、よくエラーするしね、よくエラーするし、はい、なんかができないみたいなのが多かったじゃないですか、はいはい、っていうのだけを聞いて、はい、ほら見ろと、はい、バカなやつらめって、うん、でもそれが、はい、その不具合が楽しいんですよね。あ、僕 N かもしれないそうなんですよ、その不具合ごと楽しいんですよ、はい、この辺なん、この辺なんですよ、うん、この辺なんですよ。だから僕は、うん、この価値も低いし、はい、弱い、うん、あ、強弱で言うと、うん、そんなに低くないけど、うん、価値は低い、うん、けどっていうのはなんかね、うん、そういう恥ずかしみと一緒に同時にね、はい、分かるっていうのは思ってるんですよ、うん、はい、うん、あ、っていうこういう強烈な体験だけを覚えてるから、うんうんうん、強く握ってるのかもしれないんですけど、まあ、それもあるかもしれないです、はい、逆にこのなんか少女革命ウテナっていうアニメが面白いよって言われると、はい、うん、それは躊躇なく見るんですね、うんうん、これはあの回るピングドラムの監督の人の監督のやつなんですよ、うんうん、山田玲司さんもよく言う、うん、基本全部今のアニメはウテナです、うん、岡田さんも言う、よく出てきます、ね、はい、うん、っていうのが全48個あるんですけど、うんうんうん、それはもう全然ためらいもなく見れるんですね、うんうん、あ、でもこれは信頼性があるからか、監督に対する、うん、まあそのそうですね、多分この誰も面白いって言ってない状況で読むかって話ですよ。ああ、その辺ですよねだと感覚なんだよなと思うんですよね、はい、はい、皆さんどうでしょう、うん、では次4番目、脆弱な機能×外交直感、うん、は LSI と ESI です、うん、脆弱な機能を×外交直感は、外交直感に対して最も懐疑的ですと、うん、なんでもう嫌いなのかもしれません、苦手とかじゃなくて、うん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 、具体的に何にでもなるように思われるアイデアや機会にとても懐疑的で、うん、新しい取り組みには絶対に具体的な利益が出るという保証を求めます、うん、結果がはっきりせずしばしば激動や不要な変化をもたらす類の改革よりは既存の問題に解決策を与えるような改革を好みます、うん、こういう人にはそういう才能はないと思ったら、うん、他人の活動を強引にやめさせようとするかもしれません、うん、が同時にその人が潜在能力を持っているのかどうかについては見誤りやすいです、うん、新しさそれ自体に価値を見出せず、うん、確実性を求めるポテンシャルについては疑いがちで相手の挑戦について少しでも不安要素があれば、うん、強引にやめさせようとすることさえありますと、うん、基本的には多角的な視点を理解しようと努めることはせず、うん、自分の視点だけを発達させることに集中する、うん、自分のアイデアに大きなメリットがあったとしても、うん、アイデアで他人を引きつけることがあまり苦手ではないよと、うん、でこの人たちはそういうものよりも自分の視点を深めていくこと、うんうんうん、他人の異なる視点に脅威を持ちにくいが、うん、逆に自分の視点に興味を持ってともあまり思わない、うんうん、で他人の活動に参加するかもしれない、うん、未経験のスキルを発達させるかもしれない、うん、というポテンシャルが評価されるのを見ると、うん、嫌気がさしますと、うん、とりわけ自分についてそのような議論がされるのに不快感を覚える、うんうんうん、自分のポテンシャルを極度に疑ってかかるか、うん、特定の領域で自分の可能性を過大評価するかの両極端になりやすいですと、うんうん、この人たち TI と FI の人ですよね、はい、だからそっちを重視するって話ですよね、深める自分がどう思ってるかみたいなところが、はいはい、